今日午前、糸島市で行われた飲酒運転撲滅モニュメント建立記念式典には行政の関係者などおよそ180人が参加しました。このモニュメントはこれから運転を始める旧大生や留学生らに飲酒運転撲滅を呼びかけようと設置されたものです。式典では九州大学の学生らが飲酒運転撲滅を宣言しました。そして危険性というものを、飲酒運転をしない、させない、許さない、そして見逃さない。またモニュメント近くのホテルでは飲酒運転事故などで亡くなった人の等身大パネルや写真などを集めた命のメッセージ展も開かれ、訪れた人たちは飲酒運転撲滅の思いを新たにしていました。